ウェアハウスは、ウェアハウスカンパニーが展開するアメリカンカジュアルブランドの一つ。ウェアハウスは、1995年に誕生した、ヴィンテージ古着の忠実な復刻をテーマとするブランドである。一着一着のヴィンテージ、古着を徹底的に研究し、復刻という形で様々なワークウェアを生産、販売している。デッドストックの風合いを出すために、 デニムに酸化剤を用いた酸化デニムを使ったジーンズが有名である。また、リージャパンとのコラボレーションレーベルであるリーアーカイブスやリーホワイトレーベルでは多くのリー製品の復刻や生産を行っている。ウェアハウスカンパニーではその他にも別レーベルでブランド展開している。ダブルワークスは気軽に着ることのできるスタンダードなアメリカンデイリーカジュアルをテーマに ウェアハウスカンパニーから誕生したブランド。ヴィンテージと同様の素材を用いながらも、シルエットは、現代の流行に合わせた衣類を生産していたが、2012年に、取引先のサンケイメリアスにブランドを譲渡している。ヘラーズカフェは、アメリカのヴィンテージウェアを知るラリー・マッコインと、ウェアハウスのコラボレーションブランド。19世紀のアメリカのヴィンテージクロージングを研究し、復刻しているブランドである。 ダックディガーは古着として見つかったダック生地のワークパンツから始まったブランド。このパンツの縫製仕様にウェアハウスは魅力を感じ、もしもこのパンツを作った人が後世に至るまでものづくりを続けていたらという仮説のもと誕生したブランドである。ダック生地のワークパンツから始まったことと、その当時ゴールドラッシュで成功した人をゴールドディガーと呼んでいたことから、 ラックディガーと名付けられた。ウェアハウスは創業時より同業他社に積極的にジーンズの OEM 供給を行っており、これまでにフラットヘッド、スカルジーンズ、グリーム、ウエストライド、フェローズ等の生産を請け負ってきた。しかし、度重なる納期遅れのトラブルから現在では請け負って、いないが2014年4月からエビスジーンズの OEM 生産を請け負うことになった。 ありがとうございます。